名古屋市立緑高等学校は愛知県名古屋市緑区朝秀にある市立の高等学校である。名古屋市にある公立高校で名古屋市立高校の一つ。学科は普通科のみ。愛知県公立高等学校入学試験の群グループは終わり一群の A グループである。丘の上に位置する高校である。校舎の隣には名古屋市緑図書館がある。 アルバイトは原則禁止となっている。家庭の事情によりやむを得ない場合のみ、保護者、担任とよく話した上で、許可願いを指導部に提出した後、アルバイトを行うことを例外的に許可される。また、原付、普通自動車、二輪自動車の免許取得は禁止されている。こちらも、家庭の事情によりやむを得ない場合のみ、上記同様の届け出後、免許取得が例外的に許可される。 真理を極める人になろう、心の美しい人になろう、他人を認める人になろう。緑高等学校周辺の公園や、高校の外側にある側溝や周辺道路の清掃活動。生徒会執行部と風気常任委員会が担当。私たちには自由があります。自由があって、初めて人間性の豊かな発言、進展はあるのです。友と共にひたすら伸びていくことが、 私たちの願いなのです。しかし、自由だからといって、手放しでこれを賛美するものではありません。自由とはまた、自らをりし、収めることでもあります。その意味で、自治活動は欠かせないものです。一生員の重い願い、要求は、生徒会議会を通して、皆のものとなることを、生徒議会は、生員の意見を尊重し、これを十分に組むものであることを、 各人が強く認識しなければなりません。民主主義はそうした認識によって支えられるものです。ありがとうございます。